もっともっとこうベトナム、日本に住んでるとか日本語を勉強しているベトナム人のコミュニティ、何か役に立つ情報を発信できればいいなと思いまして、で実はやりました、始めました。明けましておめでとうございます。皆さんは年末年始をどのようにお過ごしでしょうか。いつもおしゃべりを応援してくださってありがとうございます。ベトナム人が日本語番組を作るには日本語のミスだらけだと思いますが、どうかこれからも温かく見守ってください。よろしくお願いします。さあ、今日のゲストをご紹介します。タオ東京チャンネルのタオさんです。皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。タオです、よろしくお願いします。タオさん、今日来てくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。実際に YouTuber とこういうふうにね話すのはとっても貴重な体験だと思いますが、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。視聴者の皆さんも私もタオさんのことをもっと知りたいと思いますので、おしゃべりの定番の質問、多分ご存知だと思いますが、5秒の質問ですね。じゃあ行きますよ。タオさんの出身は？ゲアンです。ゲアン省。はい。タオさんの血液型は？A です。よかったら年齢も教えてください。まあ、30歳ですね。30代。すごい若く見えるんですね。あ、嬉しいですね。まあ、20代、25か26ぐらいかなと私思ってたんですよ。ありがとうございます。嬉しいです。動画はすごい成功に作ってたんです。これ褒めてますか？そうなんです。タオさんは自分のことを一言で表すとどんな言葉ですか？度胸があるかな。度胸がある、一番好きな日本語の言葉。ちょっと長いんですけど、まず汗をかくという言葉が好きですね。なぜ好きですか？っていうか、こう良いものというのはもう簡単に手に入れられないじゃないですか。なので、そのいいものって手に入れたいんであれば、こうとりあえず汗をかいて、努力して、その手に入れるのという意味で、好きになる、好きですね。なんか努力者ですね、タオさん。タオさんの得意なこと。得意なこと。これは自分がわかんないですけど、よくなんか周りの方から言われてるんですけど、リーダーシップっていうか、そういう思想があるというか。なるほどね。なので、今もね、会社熱くってもう社長さんになったんですもんね。さすがにリーダーシップをちゃんと活かせてるんですね。で、逆に苦手なことは？苦手なことはない。何ていう、あるあるある、絶対あります。短気かな、ちょっとなんか怒りっぽい、なんか怒りやすいです、仕事で結構真面目っていうか、仕事入ったらもう違うモードになってしまうんです。ちょっと厳しいです。厳しいタオさんも見たいんですね。で、今はウォームアップで、もうこれからもう突っ込んでタオさんのことを聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タオさんはもう6年前から日本に来たんですよね。はい。日本に来る前まではベトナムで何をしてたんですか？会計、経理の仕事しました。経理のお仕事。はい。それはまた意外ですね。もうあまり興味ない、なかったんで今度は。で、どんなつもりで日本に来たんですか？最初の頃は、まあ、1年間ぐらい留学して、2取ったらまたベトナム帰って、で日系企業で働こうかなという予定だったんですけど。でも実際もう1年間じゃなくて、もう6年目ですよね。になってしまってるんですね。ですよね。そう、じゃあ今その時に思ったこととどのように変わってきてるんですか？なんか私にとっては日本は素晴らしい国だと思いますし、住めば住むほどもう好きになって、実際は今年の2月はもう帰国しようと思ってて、その退職とか全部済ませて、で帰国しようかなと思ってるんですけど、
でも実際この帰国日が近づいたら、うん、こうなんかもう怖い、もう帰りたくない。本当に。はい。そうです。もう好き。もう日本を離れたらこうどのぐらい、まあ、どれだけ辛いかなっていう、もう想像したくないです。なのでもうこうこういうそういうふうに残って今まで。その日本に住んでいた1年間はタオさんを変えたんですよね。変えてくれたんですよ、日本の。具体的にタオさんの中、どこが変わったんですか？多分変わった部分が多いと思うんですけど、多分一番大きいというか、前は結構受け身な人間だったんですね。で、受け身な人間から自発的な人間に変わったかな気がします。一番大きい。素晴らしい。過去のタオさんと今のタオさん、他には何か違いがありますか？過去のタオは確かに適当適当で、今はもうちゃんとしてるタオが、しっかりしっかりしてるタオです。なんか出来上がってるみたいな。あ、すごい、素晴らしい。日本にありがたいんですね。ありがたいです。で、逆に日本に奪われたことありますか？奪われてしまったことは、多分家族との過ごす時間かな。もう仕事忙しくて余裕がないので、こうそのなかなか会えないじゃないですか、家族に。多分それ奪われてしまいましたかなって。それくらいかな。私は日本が、日本にその奪われてしまったことよりも、やはり与えてくれたことの方が多いかなと気がします。いいですね。あの、例えば過去に戻せることにしたら、タオさんは何のこと、何をやり直したいと思いますか？もし時間を戻せるのであれば、やはりもう少し早めに日本に来たかったので、早めに体験して、で早めにこう成長して、でそうするとですね、もし今はもっといいタオ東京で出来上がってたかもしれないですね。まあでも今のもとても素晴らしいと思いますよ。今のタオ東京さんも、ね、本当ですか？本当です。はい、あの、日本のことを、あの、気に入ったことっていうか、そうね、日本の文化とかで、これ良かったなって思ったことは何かありますか？ありますね。やはり私気に入ったのは、日本人のコミュニケーションの取り方です。まあ、相手のことを考えながら、相手にその傷つけないようにそういう考えながらコミュニケーションを取ってるのが素晴らしいとは思います。で、そうですね。まあ、例えばなんですが、日本のいいところの中、何かをベトナムに持って帰りたいっていうことはありますか？はい、もし持ち帰ることできるんであれば、そのインフラ全般とその生活の利便性ですね、持ち帰りたいです。それ大きいですね。大きいですね。それは大きいですね。まあ、せっかくね、あの、夢を見るならばね、大きな夢見た方がいいんですもんね。逆に日本に、あ、これちょっと嫌だなとか、これ、もうちょっと改善してほしいなっていったところはありますか、日本に？はいはい、実際はまあ日本は、まあ、そのままでもいいと思うんですけど、もし言わせてもらうんであれば、やはりちょっと複雑なんですけど、日本、また日本人の、そのコミュニケーションの取り方ですね、ちょっとごめんなさい、複雑で、まあ、ある場面で人をに、まあ、傷つけないようにコミュニケーションを取ってると思うんですけど、ただなんていうかな、そのイエとノーってはっきりしないのは日本人の問いさに多いじゃないですか。曖昧な言い方とか。そうですね、確かにそのやりすぎるとね、またいいことからそうでもないことになってしまうんですね。あの、おもてなしから建前までっていうことなんですね。こっちだったら好きなんですけど、もうちょっと行きすぎるともう建前になってしまって、曖昧なこと言ってしまうのはちょっとあれなんですね。そうですね。ある場面でもいいんですけど、例えばこう、まあ、全くの別の場面で、例えばその仕事を、まあ、上司とかこの先輩とか仕事に頼まれて、で自分がしんどいのになぜその断られずものを言えない日本と言った日本人が多いんですね。
その時も、うん、ノーって、まあ、言い切った方がいいかな、ねね、両方にもいいのにね、はっきり言えなくて、ね、日本人はそういうところはありますよね。そうですね、うん、じゃあ、 一方ベトナムのことを日本まで持ってくる持ってこれるであることがあったら何を持ってきたいんですか、ベトナムのことを。すいません、私こう、まあ、大きなことではなくて、うん、ちょっとプライバシーな話になってしまうんですけど、うん、家族持ってきたいんです。呼び寄せたいんですね。家族っていうのはベトナムのご両親。そうですね、ご両親。やべ、こっち一人、まあ、来日して、うん、孤独感というか寂しい時もありますね。家族がいるともっと、まあ、幸せなだなとは思います、ね、いいですね。多分みんなもね、日本でその仕事をしたり生活したりそのいるベトナム人はみんな家族連れてきたいと思いますよね。ですよね。そうですね。あとそのタワさんの YouTube チャンネルのことも聞きたいと思いますが、いつから始めたんですか YouTube を。2年前かな、2019年の5月ぐらい始めました。まだ2年間。あれ、ずっと前からやってる気がしてたんですが、確かにその時その Facebook で、うん、YouTube じゃなくて Facebook で動画とか流したりしました。あ、じゃあ2年間ずっと、うん、あれですよね、日本語のこととか、ね、日本での生活とかですよね、テーマは、はい、そこでその日本のことを皆さんにもね、発音の仕方とか話し方とかもいっぱいみんなに共有してたんですよね、はい、どんなきっかけで YouTube を始めようと思ったんですか。はい、きっかけとしては最初は Facebook で動画流したりとかしたんですけど、結構反応が良くて、でもうちょっとその YouTube の方がなんか広げやすい、うん、なので、YouTube でやってて、でそのきっかけとしてはもっともっとこうベトナム、日本に住んでるとか日本語を勉強してるベトナム人のコミュニティ、何か役に立つ情報を発信できればいいなと思いまして、で YouTube をやりました、始めました。YouTube チャンネルを始めた後、多分なんかいろんな人からのメッセージとかメールとか届いてないですか。届いてますね。めっちゃ届いてますね。例えばどんなコメントが多いんですか。コメントいい、そのこう感謝の言葉以外は、うん、こう問い合わせもたくさん来て、本当にいろいろなテーマで、例えば、まあ、日本語教育、日本語勉強とか面接の仕方、あと日本の就職のアドバイス、あと姉さんどれの化粧品がいいですか。もういろいろありますよね。いろいろあります。でその多くの人に知られてから、はい、何か生活で困ったこととかありますか。困ったのはやはり多くの人を 知られて、で、まあ、全員に好かれるわけでもないので、やはりアンチのコメントもあるんですね、まあ、結構、まあ、だんだん増えていくっていう感じですね。それ朝一そういうコメントを見るとなんか不機嫌になるんですよ。なんで自分が頑張ったのになんで、そういうことたまに誤解されたり、侮辱されたり。そこまで。そうですね。ですとちょっとなんていうかな、ストレスも溜まってしまう。大きいのは多分こう知られてからこういうたくさん出会いが生まれましたね。例えば今日みたいに。ありがとうございます。ありがとうございます。今日みたいにまあ、トークショーとかそういうのが、うん、まあイベントとか参加する機会が増えてきましたね。それいいところ。いいですね。日本語の勉強ってさ、タオさんはどのようにしてたんですか。ベトナムでちょっと独学として。独学、うん、学びました、はい、うん、でタオさんは例えばその今日本語を勉強しているベトナム人の後輩たちに日本語の勉強に関するアドバイスをするとしたら、どんなことをアドバイスするんですか。うん、はい、私、まあ、日本語まだ、まあ、そういう上手なレベルでもないんですけど、アドバイスですか、まあ、読み書き
だけの勉強するのがやめましょう。でもうちょっと会話の力、あの会話能力をちょっと力入れてほしいですね。そうですね、あのせっかく日本に来るならばね、ちゃんと日本語で日本人と会話できるようにならないと、ね、この国のいいところを分かっていかないんですよね。そうですね。で、あの仕事なんですが、 YouTube 以外はタオさんもあの会社を持ってるんですよね。はい、会社のことを少しあの聞かせてください。ベトナム法人は7月、去年の7月や日本法人は今年の5月。本当に赤ちゃんです。赤ちゃん会社です。あ、じゃあ日本もベトナムも両方会社作った。はい、素晴らしい。ちなみにどんな会社ですか？あ、今主にやってるのが、日本語教育のと人材事業です。日本語教育っていうのは、あの例えばどんなことを具体的に、はい、弊社でやってるのが日本語教育なんですけども、試験向けな勉強だけではなくて、プラスで会話のスキルもアップさせるというコースも提供しています。じゃあ今会社はまだ赤ちゃんなんですが、スタッフは何人ぐらいいますか？まあ、役員 と、パートを含めて25人ぐらいです。わいやいや、パートも含めてですよ。すごいわ。タワさん本当に真面目で努力者ですね。じゃ あの起業して初めて体験したこととかはありますか？ありますね。その、まあ、この前のサラリーマンでやった時に、やっぱりその自分の仕事だけ把握していれば、まあ、よかったのですが、今は、会社の全体に把握してないといけないですし、会社がちゃんと決めたあの方針道とか、その社員の方に、まあ、ここ道行きましょうみたいな、こうしましょうみたいな、そういう、まあ、やっぱり人ってそれ考えがあるんじゃないですか。やっぱりその社員がその会社の方針のにその賛同するようにこう社員をその指導しないといけないので、そういうのは初めて体験でした。はい、難しい。難しい。やっぱり人とコミュニケーションがちょっと難しいんです、ね、そうですね。仕事のモチベーションって言ったら何かありますか、タオさんにとって？やっぱり自分のため、自分の会社のため、働いてるので、もう忙しいだけで、あ、しんどいだな、あ、疲れたらなと全然思ってないですね。あんなに大変だったのに。でも仕事好きですね、私。したいんです。なんか勝ち作りたいんですね。そう、なんか自分だけのためじゃなくて、もう今の従業員 の生活費です。もう、まあ追ってるので、やはり働かないと売り上げとか回らないんです、ね、モチベーションでもあって圧力でもあるんですよね。あの起業したいと思っているあの人々には何かアドバイスありますか？はい、実際私の会社も赤ちゃん会社なんで、こうですよ、こうすると偉いそうだから、もしちゃんとやりたいことがあれば、まあ、勇気を持ってやっていけばみたいな。そうですね、はい、あの自分で会社作ってよかったって思った時、例えばどんな時ですか？その学生からのコメントいただいて、まあ、あのフィードバックみたいないただいてて、本当にタオ東京を選んでよかったみたいな、そういう言葉いただいてたんです。本当によかったなって思います。それは心温かいですね。先生の方も、タオ東京と一緒に、まあ、タオ東京で働けてよかったなという先生の方からもそういうコメントをいただいたので、あ、やっぱり自分が世界だったなって、会社作ってよかったなと思う、その時は思うんですね。じゃあ今は幸せですか？幸せです。例えばなんですが、はい、日本に来なかったらタオ東京さんは今どこで何をしていると思いますか？多分どこかのちっちゃい企業で会計仕事してるんではないかなと思います。で、日本で必ずあの
これをやりたい、これを実現したいっていうその目標とかありますか？ありますね。あります。ちゃんとあります。教えてください。はい、他の国に比べてベトナム人の会話能力ちょっと弱いんですね。そういう実習生の方やなかなか日本語学校行けない方に向けてその無料な会話コースは作りたいんです。私が無料なコース提供できれば皆さんも勉強、日本語上手になってその日本で楽しんでもらいたいんですね。私たちのように、はい、仕事以外にはタオさんが興味を持っていることは何かありますか？旅行と、ゲーム好きです。ゲームです。意外ですね。はい、意外ですよね。大学の頃その授業サボってゲーム授業サボるまでもうその徹夜まではやってたんですよ。へえ。留年までその日本にいるそのベトナム人のコミュニティの中で問題を感じたことがありますか？あくまで の個人的な意見ですけど、ベトナム人がよく思うのがこう日本人がベトナム人が嫌いという思ってしまう人が多いんですね。私の意見はそうでもないかなと思います。あとこうニュースで悪いというか あまり良くないニュースが結構多かった。そう、流されたり、あとそのせいでみんななんかコンプレックス持ったりするんですね、人が多いですね。で、私が思ったのがそれは他人がやったこと、他人がしたことで自分がそこまでコンプレックス持ってなくてもいいんじゃないですかって思ってて、自分は自分で自分が正しく仕事して生活して、自分が価値を作っていけばその周りのちゃんと評価をもらうはずかなと思います。このような番組でね、そういうふうにタオさんが皆さんに伝えておくと皆さんもね見方を変えると思いますよ。そうですね、もうそろそろ最後なんですが、はい、で例えば帰れるとしたら空港に到着したら最初にやりたいことは何ですか？空港着いたら多分ね、ごめんなさい、直接ゲアン帰ってお母さんに会いに行くかな。ああ、いいですね。お母さんに会いたい。お母さんに会いたい。そしたらさ、この番組でベトナムのゲアン省にいるお母さんにメッセージを送ってくださいね。はい、ありがとうございます。ちょっとお母さんに、はい、どうぞどうぞ。お母さん心配しないで、私日本で元気でやっていますよ。待ってください。タオさん、忙しいところ来てくれて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ね、また機会があったらもっと面白い話聞かせてください。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、以上おしゃべりでした。タオさんのこといかがでしょうか？皆さんからのご意見やコメントお待ちしていますので、ぜひ動画の下の欄に入れてくださいね。ではまたおしゃべりしましょう。バイバイ。ベトナム語でメッセージ送りますか？はい、わかりました。ちょっと恥ずかしいですね。mẹ ơi, con 30 tuổi rồi, con không còn nhỏ nữa cho nên mẹ không phải lo lắng nhiều cho con. Con đang làm việc và rất là khỏe khoắn ở Nhật Bản. Mẹ cứ với bố mẹ cứ sống cho khỏe mạnh, đợi con về con sẽ thăm bố mẹ nhé. Chúc con cảm ơn, xin chào.